アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、伊藤恵麻です。私は今 DVD の撮影で宮古島に来ています。すごく楽しいです。はい、たくさん撮影をさせていただいたんですけど、特におすすめなものは黒の衣装を着たプールです。もうとにかく、なんだろうな、撮影っていう感じではなくて、デート感、デートをもう楽しんでいるっていう感じで、とてもわちゃわちゃさせていただいたので、ぜひ楽しみにしていてください。全部おすすめですよ、全部おすすめです。とってもおすすめな内容となっておりますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。以上、伊藤恵麻でした。撮影中一番楽しかったことは、UK のビーチで撮った撮影です。海に入ったのが今年初めてだったので、もうとにかくもう気持ちが上がって上がってしょうがなかったです。 UK のビーチはちょっと落ち着いた雰囲気で撮る感じだったので、まあこう落ち着いた雰囲気で撮って、撮影終了ってなった瞬間に、もうひたすら海の中でバシャーって入って、髪バシャーって洗ってっていうのが、すごくもう全部が全部楽しかったです。撮影中一番大変だったことは、お酒を我慢することでした。はい、私飲んだらすぐ顔が赤くなっちゃうので、撮影中もなんだっけ、クリアフリー、あ違う、アルコールゼロのものをいただいて飲んでいたんですけど、実は、本当はアルコールが入ったビールを飲みたかったです。ちょっとクーってなりながら撮影頑張りました。初の宮古島の印象は、とにかく海が綺麗でした。全部が全部こう綺麗で、青い海がもう水平線でバーって景色が見える宮古島だったので、とってもすごく幸せな気分でした。あとは料理が全部美味しかったです。口癖や日常生活の癖は、年上の人、例えば今日とかスタッフさん、カメラマンさんとかたくさんいるんですけど、たまにネジ外れてタメ口で喋っちゃうことがあります。本当に自分の中では意識してるんですけど、気づいたらタメ口になっちゃってて、ちょっとあ、すいませんみたいになっちゃう時がよくあります。得意な歌は中島美香さんの雪の花です。カラオケで点数だったら98点は絶対出せます。はい、一番見ていて面白いスポーツはサッカーです。私ちっちゃい時からサッカーをやっていたのもあって、やっぱりプレイするのも見るのも大好きなんですけど、特に男子サッカーに関しては、皆さんこう、なんですかね、頑張って頑張って走って、まあ頑張ってるのは女子もそうなんですけど、男子に関しても体力が特にあるじゃないですか。だから最後の最後までこう頑張ってる姿を見てると、やっぱり応援したくなるし、技とかがすごくかっこいいので、それを見てるのが楽しいです。釣りの頻度は、休みが多い月だったら週1で通うんですけど、最近は1ヶ月1回ペースを守って行っています。楽しいです、釣り。今までで一番大物を釣ったのは100センチ以上のブリ釣りました。もうその時はこう一人で釣ってたんですけど、もう自分が海に引き込まれちゃいそうだったので、漁師さんとかに手伝ってもらって、もうみんなでバーって引き上げて、こんな大きいブリを釣りました。今後挑戦してみたいお仕事は、バラエティで自分の限界に挑戦してみたいです。まだ自分の限界を知れてないので、どこまでできるのか試してみたいです。今回の撮影は私のやりたいことがたくさん詰まっている撮影だったので、ぜひ皆さんにも味わっていただきたいです。絶対見てくださいね。じゃあ